スペインで本格的に VAR、ビデオアシスタントレフェリーの導入が検討されているようだ。ドイツ、イタリア、ポルトガルではすでに導入されている VAR。スペインの審判技術委員会はすでに国際サッカー評議会から同システムの使用許可を得ている。審判技術委員会はロシアワールドカップでも使用される見込みのVAR を今季コパデルレイで試験導入する考えだとされる。直近の試合においてはコパ4回戦第2戦のアトレティコマドリー対エルチェで使われる予定だ。 VAR をめぐっては各界から様々な意見が寄せられている。何よりプレーが止まり試合が中断してしまう状況に不快感を覚える人も少なくない。スペインでは今季コパで試験導入された後、来季からリーガエスパニョーラで使用されることになりそうだ。